どうも、ぐちゃけ YouTuber ひでさんです。今回はですね、こちらのエアコン洗浄スプレー、お客さんからいただきました。2本でね、2本でお買い得だよってことで、もう使わないんでね、もうあげますよっていうことで、今日ですね、このエアコンの洗浄スプレーで、洗浄してみてね、どれぐらい落ちるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。まあ、使い方としてはね、裏に書いてあります。爪をまず折って、電源オフであることを確認して、エアコンフィルターを外して、そして、フィン、熱交換器露出させるってことでね、そしてスプレーをしていくってことですね。で、洗浄水は排水管よりドレンからね、出てきますよっていうことですね。これ5、6回振って、それで吹きかけてあげると。まあね、そんな難しくはないんですが、これでこんなので落ちるのかな、落ちるのかな、どうなのかなっていうふうに思いますが、今日ね、エアコンをね、お得意さんからですね、取り付けてほしいよっていうものを預かってまして、そのね、エアコン、このスプレーで、まあサービスでね、洗浄してみて、簡易洗浄ですけどね、簡易洗浄というか、なんていうんですかね、これ。フィンの簡易洗浄ということで、この2本、お得だよっていうものをね、いただきましたんで、それはね、まあ、サービスでこれから洗浄していく、そんな映像になります。まずね、前面の蓋を外します。前面の蓋を外してなくさないようにね。そしてこのフィルター、まあ、そんな汚れてないですね。ほとんどね、もう綺麗な状態だよ。はい、このフィルター外しました。そして、この熱交換器がもう見えている状態になったらですね、フィルターを落とさないようにここに置いときましょう。先日ね、ここのね、倉庫を片付けましたが、また散らかり始めています。まあ、それは良しとして、こんな感じですね。熱交換器は割と光ってる。黄ばんでもいないし、こんな感じですね。わかりますか？光ってるのわかりますかね？ほぼね、そんなにね、汚れていない状態だと思います。まあね、いただき物でサービス。はい、ここにいるよ、ヒデさんここにいます。なんて感じでね。おじさんがこれからスプレーで、エアコン洗浄スプレー、防カビプラスで、このね、よくね、DIY、ホームセンターなんかでね、売ってますね。それで夏前とかね、よくお客さんがね、このエアコン洗浄スプレーってどうなの？効くの綺麗になるの？とかって聞かれるんですが、私ね、今まで使ったことなかったです。まあ普通にね、洗浄機で洗浄しますんでね、まあそりゃそうですよね。プロなんでね、これエアコン洗浄しますっていうことを言って、で、このスプレーで洗浄してたらシャレにならないですね。それで1万円とかね、お金いただいてる。この原価がいくらなんですかね、このエアコン洗浄スプレー。2本セットで1000円とか2000円とかそんなもんなんですかね。まあとりあえず、このスプレーを使ってですね、これから洗浄していきたいと思います。皆さん使ったことありますか？この洗浄スプレーなんですけどね。とりあえず、これを、噴霧する前に、こうやって5、6回以上振ってくださいってこと書いてありますね。5、6回以上振ったけど大丈夫かな、まあ、とりあえずね、熱交換器、フィンの部分だけですね。フィンの部分だけ吹きつけていきますよってことで。で、ドレン、排水のところにね、この、流れて、溜まった排水を見ていただいてですね、どの程度汚れが落ちるのか、ちょっと検証してみたいと思います。さあ、こんな感じでね、スプレーをしていきますよ。このスプレー自体はですね、ホームセンターなんかで売ってまして、物自体はアース製薬さんですね。アース製薬さんから出てます。エアコン洗浄スプレー、防カビプラスということで、このもの自体はスプレーするだけでエアコンの簡単洗浄、エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑える、緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合、すっきり、消臭しっかり除菌ってことでね、すべての菌やカビを除去するわけではありませんってことも書いてありますね。あとフィンの奥まで洗浄できる縦長ワイド噴射、清潔なエアコンでより快適な空気環境にってことで、そうですね、優れものだよということで売られています。まあ熱交換器自体はね、ある程度は綺麗になるかもしれないですね。でもね、実際はね、エアコン使って洗浄されてる方はわかると思いますが、まあ一応ここは排水から出てきたのそんな汚れてないですかね。でシロッコファンがね、すごい汚れてるんですよね。でシロッコファンの汚れは落ちないですね。落ちないというか、これシロッコファンにね、吹きつけることできないんでね、これ熱交換のフィンのところだけですね。なので、
まあちょっと型落ちかなっていうような感じですかね。型落ちな感じ。あと1本あるんでね、今度検証実験してみますかね。あと1本使って汚れがひどいエアコンがあった場合ですね、まずこのスプレーでスプレーして汚れがどれぐらい落ちるか、そしてそのスプレーした後に、そのまだ汚れがどれぐらい残ってるかっていうのをですね、実際分解洗浄して汚れの状況、白子ファンのね汚れも取れないんでね、その辺確認する実験ですかね。そうですね、分解洗浄がいかに優れてるかっていうね、あのマウントを取りに行く、このスプレーに対してマウントを取りに行くような実験をしてもいいかもしれないです。あと1本あるんでね、今度また入荷してきたエアコンで汚れがひどいもの、それかあのお得意さんなんかでね洗浄頼まれた時にね、その実験してもいいかもしれないですね。うん、ナイスアイデア、どう思います？いい実験だと思いませんか？もしね、あの YouTube でね、その動画を上げてみたいっていう方いたらですね、ぜひぜひ動画アップしてみてください。あんまり落ちてないのかな、ここほら見てください、そんな茶色くもなってないですね。まあもともとね、熱交換器自体は汚れて、そんなに汚れてないんでね、こんなポタ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 落ちてますが、多少色がついてるかなっていうような感じですかね。どうだろう、まだまだポタポタ落ちてきますね。まあしばらく置いときましょう。もともとね、汚れそんなひどくないというか、ほとんど汚れてないようなね、フィンなんでね。あ、もうほぼ1本使い切りましたかね。1本使い切ったかな。よしよし。1本使い切って、どんな感じだろう。割と光ってるんですね。もともと光ってたけど、それでも綺麗になったのかな、どうなんだろう。綺麗になったってことにしますかね。そう、それにしてもシュワ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 音がしますね。この成分としては界面活性剤とかなんか発泡系のなんか入ってるんですかね。何なんだろう、何が入ってんだろう。で、熱交換器の排水の状況を見ようと思ったら、こぼしちゃった。もうアホだアホだ、俺アホだなんてことして、何のためにこの動画撮ってるのって感じですかね。まあまあまあね、もう一本あるんでね、次回汚れがひどいエアコンがあった時にですね、検証してみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。エアコン工事ヒデさんエアテクチャンネルではですね、ご覧のようにエアコン洗浄スプレー防カビプラスのですね、これ CM じゃないですからね、 CM じゃないです、この防カビプラスでの、熱交換器のね洗浄を行ってみました。また程よくね汚れてるエアコンが入荷した時にはですね、このスプレーと洗浄機での対決してみたいと思います。その時をお楽しみにということで、グッドボタン、あとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までありがとうございました。